愛知県に訪れているのですが、同じね、趣味を持つ知り合いの方が、なんと、豊田高専出身で、さらに、技科大まで進学して、院まで行かれたんでしたっけ？はい。あ、そうですね。たくさんね、聞いてみたいと思います。せっかくね、技科大まで進まれたということで、技科大、高専生のための大学なんて言われたりしますけど、なんか高専と一緒のところ、もしくは高専と違うところ、そんなあるのかなってことを今日伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、なんか高専とここ一緒だな、みたいなとこってあります？技科大。基本的に、まずその学生の雰囲気が、まあそもそも編入生がね、ほとんどってことなので。いいですよ。高専で居心地が良かった人は、家庭もそこそこ居心地がいいんじゃないかなと思います。逆に高専で嫌だったと思ってたんであれば、変わり映えがしないから嫌なのかもしれないし。そういう意味で、学生の雰囲気自体はまず似通ってる。ああ、そうですよね。技科大の7、8割の学生が高専出身だと思いますので、なんか全国の高専生が集まる専攻家みたいなイメージ。あ、じゃあ同じところというのはまあ雰囲気とか学生の属性っていうのはあまり変わらないと。そうですね。なんか立地がね、偏僻で。割と国立の高専ってアクセスが悪いところにありがちなので、多分トヨタ高専はマシな部類なんだけども。なるほど。技科大はトヨタ高専よりも立地悪いのでね。何しろ豊橋駅からクソ高いバスで30分。僕が通った頃は430円かなんかにする方に、多分元に上がってると思います。あ、そうですね。豊橋駅からすごい長い距離ね、走った覚えがあります、僕も。で、スイカ畑とか、裏にずーっと行くとイオンかなんかありますけど、でも何もない。そうですよね。いい意味で捉えるとね、遊ぶところがないから勉強とか努力打ち込めるかなと。そうです。図書館がね、ずーっと使えますので、それはすごく特殊だと思うんですけど、24時間開館の図書館。あー、なんかね、一回特集した時にそういう話を聞いて、これ一人で黙々とや、ね、何か取り組みたい人はいいなと。あ、そうです。何回かね、ソリフル図書館にいたことありますけど、職員さんはお帰りになっちゃうので、無人の状態で24時間開館。食堂とかあと喫茶室かなとかで、食堂は朝昼晩とちゃんと出してくれますし。まあ一応食べるものに関してか。外まで出なくても調達はできる。まあ確かに、まあ外に出るまで結構校内、キャンパス広いから大変ですよね。はい、自転車欲しくなりますから、ね。確かに。ありがとうございました。なんか違うところあります？なんか高専の環境と、まあやっぱここちゃうなみたいな。当時は3学期制だったんですよ。珍しかったはず。確かに。4月から6月が1学期。で、9月から11月が2学期、12月から2月が3学期っていう形で、75分授業で、1、2、3限が5000、1、5、6限が5本っていう形で、ね、ちょうど在学中に変わって、今は90分授業で1、2、で、5が3、4、5っていう形で、普通の高専とか大学の感じ変わったんですよ。で、なんか、刑もね、再編されました。変わりました。当時はすごく特殊な感じで。あとは、高専から、例えば国立大へ編入したクラスメートとかもいろいろいるんですけど、割と楽になりがちだったりするんですよ。範囲が認定されまくっちゃったりとか。で、スカスカな時間割で楽ちんでってことはあるんだけど、大学の場合は結局その高専からの編入生が、っていう前提でやってるから、時間割ギチギチなんですよ。だから、遊べなくてさ、で、結構高専でやってきてることを前提とした講義になってたりするので、そういう意味では、ある意味その、お金を払ってる分に見張るっていう意味ではいいのかもしれないけれど、高専でやるのか学業頑張って、また頑張るし、ギチギチな時間割がまだ続きます。ああ、そうなんですね。なんか他の子に聞いても、同じこと言ってますね。なんか、大学生になって報われるかなって思ったら、意外と高専と同じことや、発展的な内容、さらにやらされて、ギチギチの時間割一緒じゃん、みたいな。そうなんです。多分、一応技科大って1年生からも入れて、1年生から入ってくる人たちが一番大変かもしれない。ああ、そうなんですね。3年生でその、高専生のその、カリキュラム合わせるために、おそらく1、2年の時に少人数でみっちり仕込まれてるんだろうなと。ああ、そうなんですね。友人で一般入試で、技科大に入られた方がいるので、珍しいなと話を聞いたことがあるんです。技科大に1年生から入る人の、3年生から高専生がドババババって合流すると思うんですけど、だいたい2対8ぐらいですかね。感覚でいいんですけど。1年生からって何？定員が80人だったと思う。で、この時は8個計があったんですね。5つに再編されたと思いますけど。で、各計10人で80とかだったと思います。あ、そうなんですね。今はちょっと変わったかもしれない。だから、1、2年生っていうのはほぼ存在が見受けられないレベルに珍しい人たち。ああ、レアな学生なんですね。卒研室の、研究室の先生が2年生の授業とか持ってましたけど、超少人数でした。ああ、みっちり教えられそうですよね。そうですね。ある意味いいことだとは思うんですけど、ね、丁寧に指導してもらえる。
なるほど。他になんか同じこと、高専と技科大で似てるとこ違うとこってあります？どうですかね。なんかほとんど今言った話でね、包括されてますか？うん、あの英語が苦手な人。結局まあ、あの、高専からの編入生が多いっていうことで、そうなって、高専生の傾向がそのまま継承されちゃうのかな。だから、旧帝大とかに編入する人たちを除けば、その、英語が苦手な方が非常に多い。で、僕も英語すごく苦手で、で、技科大に入った時に、英語の授業を習熟度別にするから、プレイスメントテスト。うんうん、なんか、出来が良かったみたい、うん。上から2番目のクラスになっちゃって。でも、苦手意識はあるんですよ、ね。上の3クラスはネイティブの先生の。ネイティブの先生、オールイングリッシュの人。もう、壊滅的みたいな。いいのか悪いのかよくわかんないんですけどね。うん、英語が苦手な人が多いから、なんとかしたいっていう思いはなんかずっとあったみたいで、うん、あの卒業した後でなんかもっと力入れてるっていう風にうすら聞いたことはあります。あ、そうですね。僕がインターン行く頃にはもうそういう潮流があって、もうやっぱりオールイングリッシュ、授業でオールイングリッシュだったり、はい、外国人と交流しましょうっていうなんかその流れを高めるために特別枠の入試を設けて、でなんかその区分で合格した人は外国人として寮で住みましょうみたいな。ああ、そんなことしか。でもなんか聞くところによると面白い話が、もう留学生の方一緒に寮で住まうっていうことになっている留学生の方が優秀すぎて。その方々が日本語で喋っちゃうみたいな。あんまり意味が。そう、意味があんまりないって聞いたんで、まあ、もっとね、なんか、英語の文法の授業とかを、なんか、良質なものを作ってあげたらいいのかなと思うんですけど。はいはいはい、はい。ね。ただ、の、そのね、学部から修士課程に行くときも、英語だけペーパーテストがあったんですよ、ね。ああ、そうなんですね。そう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 。ここね、上がれるんですけど、まあ、それを前提とした学校なので、うん、うん。なんかね、英語のペーパーテストは受けさせられましたね。あ、そうなんですね。やっぱもう、構成の時点でちゃんと叩き上げしてほしいんですけどね、本当は。英語の授業。そうですね。英語教育はもうちょっとなんとかした方がいいかな。そう。だからもう、十何年前に卒業した方でも、同じことをおっしゃってるんで、昔からそうなのかよって今ね、思っちゃいましたね。そう。ということで、まあ、技科大と高専のね、同じところ、違うところを教えていただいてありがとうございました。はい、はい、ということで、今回の動画、切りがいいので終わっていこうと思います。お世話になりました。はい。先取り学習差別化計画パック、僕の何万時間って授業してきたノウハウを全部詰め込んでます。正直この講座を受けてしまうと、おそらく入学してきた同級生、もしかしたらね、1校への先輩、この人たちを余裕でぶち抜かす。その人たちが何百時間で勉強して手に入れる考え方、ノウハウを一気に手に入れることができます。まあ当たり前ですよね。僕が何十時間何百時間で迷ったりきつい思いしたり、これどうやって覚えればいいんだろう、これどうやって考えたら一番しっくりくるんだろうっていうのを仕事や高専生の時たくさん考えあぐねてますから、それを整理して全部お届けしている、これがこの予習講座なんですね。で、毎年400人以上受けてます。たくさん嬉しい報告をね、受けてます。学年でトップレベルのね、順位取れました。中学校の時には負けてた友達にテストで勝ちました。もうクラスのみんなね、もう全員偏差値65以上。それぞれの学校で言うと、まあやっぱり100人中ね、20番台、30番台には入っている、勉強ね、どちらかっていうと得意だよって人たちの集団の中で、頑張りました僕でも、そういう報告をね、たくさん受けてます。で、わかりやすいようにね、まあいつも通り僕がね、丁寧に解説してますし、演習の教材だったり、質問も受け付けて、皆さんが挫折しないようにサポートしています。ちょっとね、今自分の実力で、高専に入って大丈夫かなって人、今回の動画を聞いて、いやちょっとね、春休み、時間があるから、せっかくだしやってみようかなって人は、せっかくの機会なんでね、ぜひチャレンジしてほしいなって思います。中学までね、せっかくいい成績で続いてきたので、高専に入ってもね、ぜひ活躍し続けてほしいですね、皆さんには。皆さんできる子たちだと思うので、だからこそ、高専に行ったらね、なかなかすごい分かりやすい授業ってガクンって減るんですよ。そこでね、勉強を挫折してしまったりとか、持ってる力を出し切れなくなったりとか、勉強好きだったのに嫌いになってしまっているのを想像したくないんでね、この講座で何十時間、何百時間のショートカットをして、わかる、楽しい、あ、中学校の時のあの勉強ってこういうことだったのかっていう風に、高専に入ったらね、伏線回収されるようなこともたくさんあるので、ぜひ楽しんで勉強を進めていってほしいなって思います。概要欄にてお申し込み受付中です。皆様のチャレンジお待ちしております。